さん、こんにちは。ナイロン番組のナイロンと、こんにちは、ハルモノです。今回ですね、今回なんとシバナンカフェに行ってまいりたいと思います。やったね。ナイロン結構行ってるけど、ほぼほぼ初めてだから。そう、なおかつ今日アイランちゃんとシバユウくんとコーンスくんが来る予定なんで会いに行ってきます。それではレッツゴー。はい、今ですね、ほのぼのが前飲んでたカフェに来ています。ナイロンは抹茶ポコーラ、ほのぼのは前と同じ日の出です。ちなみにこれからカフェ行くんですけど、飲んじゃいます。ということで飲み終わりました。どうもさまでした。今からアーティに行く、ブー君に会いに行くの。マイホームに帰ってまいりました。ノイロンです。ほのぼのです。テンションがまず上がりました。素晴らしく良き日、もうやばいでございます。本当に、はい。それでは感想の方を話していきたいと思います。とりあえず仕事やばいでございます。まず入るでしょ。はい、入りました。アイランちゃんとシマユキが登場します。キャーってなって、で結構近かった。もうアイランちゃんに会った瞬間、手をいやーって言ったら振り返してくれたら、お目目がパッチリあった。もうやー、あとしばゆうくんもお目目がパッチリあった。もう手振ったら振り返してくれました。もう嬉しいです。この子のね、初めてそのシバナンカフェに行ってすごく良くて、並ぶじゃないですか。ポンスくんがさ、おみんなキャーポンストーク聞いて、中間質問コーナーがあったんですけど、なんと私、はいはいはいって言ったら、しばやくんが先他の子刺しちゃって、で、あやなんちゃんが、ちょっと待ってねって言ってくれて、次当たるかもしれないって思って、次手あげたら、当ててもらいました。ちょっと、YouTube やってるじゃないですか、私。私、YouTube やってるんですけど。じゃあ、はい。あ、じゃあそこのお姉ちゃん、私も YouTube やってるんですけど、ギャグとかが思いつかないんですけど、どういうギャグとかがいいですか。で、このギャグがヤギに聞こえたみたいで、しばゆうくんが、え、ヤギ、あ、ヤギ、あ、ヤギだったらこうやったらいいんじゃないのって言って、こんな感じです。ねえ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 、これはちょっとできないけれども、商品紹介とかするときにヤギってこう、なんか何でも食べちゃう、ダンボールとかを食べるから、ぜひよければ開封した時の段ボール食べてみてくださいって言ったんですけど、いつかやりたいと思います。しばゆくんが持ってきました。ほのぼのはあーちゃんとうーくんとぽんすくんとトランジスタ、またトランジスタです。え、なんやろもね、質問答えてもらった。私はもう、あ、やべえ、質問コーナーあったんだ、やばい、どうしよう、考えてないと思ったんだけど、結構視聴者さんも声かけていただき本当ありがとうございます。で、あ、もうこれ視聴者さんもいるし、これはなんやろもボケられたと思って、はいって、もう最後あげました。そしたらあーちゃんにね、こうで、すぐくんみたいに言われて、うわーやばい。私は言うから、あーちゃんはうーくんのことどれくらい好きって、ちゃんとこのコンテンツで出たよ。じゃあ私質問したんですよ、この時期に。この時期だからこそ、ぬるるる、あーちゃんはうーくんのことどれくらい好きですかって見たら、こんぐらいと、こんぐらいと、こんぐらい好きです。そしたらしばゆくんが、それはあやなんがトイレに行った後のコメントじゃないかって言って突っ込んでて、もう面白い。こんぐらいと、こんぐらいと、こんぐらい大きいの出たんだよ。うーくん、これくらいと、これくらいと、これくらいが出たの言ってるやつじゃん。しばゆくんが突っ込んでても面白い。でですね、このもう写真会があると聞いてなかったの。このようなほんと緊張しすぎて震えが止まんなくて、体がブルーってずっとなってるのよ。ほんとにこんな感じで、うーくんとあーちゃん、やばいよ本当に。ノエノンは本当にパニックってパニックって、もうどうしようどうしようどうしようと思って、ポーズも決めじゃなくて、だけれどもハグしてもらいたいと思って、ちょっとウー君とアーさん、あのちょっとハグしてくださいって言って、こう両側からこうハグしてもらった時、もう幸せの極み乙女だった。あの時間は秒だった。でノエノンこんな感じで撮りました。ああ撮ってもらいました。ディレレッディレッディレッディレッ、やばくない。でもノエノン顔クソ死んでんだけど、顔が死んでる、ね、やばくない。こんな感じに食べることないよ。はぁ、もうあの大好きなシバナンさんのハグ。で、その後、はい、写真撮り終わりました。はいって言ったら、よさこい番犬さんがいるわけよ。もうね、本当にやばい。この子の
は一番初めにみんなですごい強そうなタッチで言ってたからバーンってやったらおおって言ってた。わきおさんとあとでもステップさんがちょっといなかったんですけど、多分それはポンス君の優しいもう拍手なんですけど、わきお君とあとおのぶと君にはちゃんとタッチしました。でちゃんと言いました、おのぶと君のテンションが大好きなんですって。私ね、わきおくんのね、緑髪ね、めっちゃ大好きなの。やばい。で、ちゃんとワロボピーポーを見ましたって。じゃあ、これね、これね、ってやってくれました。これね、これね、ディスニーやってくれました。もうね、心臓が止まりそうだった。やばい。で、なんなら、買ったものを紹介します。グッズ紹介します。前回ですね、それは。そうですね。まあね、ほのぼのね、全然行けなくて、グッズ買ってないんで、ここからはないのに任せるね。わかりました。ほのぼのは、ひまわりの中の虹の中の終わりです。本当にやばかった。で、あーちゃんと握手した時は、なんか、もう同じ匂いする、めっちゃテンション高いよ、キッキーみたいな言われたから、ありがとうございますみたいな、もう、あーちゃんと同じテンションで来ました。もう、ほんと感覚的な、もう震え、思い出しただけ涙出てきそうで、ほんとに震えが止まらなかった。これね、あーちゃんとうーくんのキーホルダーが欲しかったんですけれども、これも見せました。これ大好きなんです、買いましたって、ありがとうって言って、こう、あいつですね。手洗っちゃったー、テンション上がってます。これは当日は好きだったんですけども、傷つくのは嫌だったんで、ちょっとこちらの缶バッジですね。はい、絵になってます。でも本当にやばかった。はい、こちらがよさこいバンキシさんとあやなちゃん、ここ全員でございます。あやなちゃんカメラと思ってるかも。これね、かわいいよ、あーちゃんかわいいね、髪とも可愛いよ、もいしゃまさん、マイタイマイタイ、このグオンのサマさん、はい、あとコースターですね。枚数半端じゃないです。ラミネートしてないんですけれども、こちらがあやなちゃんとしばゆうくんの、はい、しばなのコースター。神よさこいバンキシさんのイラストのやつですね。で、こちらがよさこいさん。で、これもよさこいさん。で、こちらが絵のやつですね。これ、イラストになります。で、こちらがしばゆうさんのマタニティのやつになります。これの T シャツめっちゃ欲しいんだよね。やばい、もう映え。こちらが家族全員のやつになります。これでも夏の夜のこれめっちゃリピートで着ますのでね。で、こちらがあやなちゃんのまあまあって感じです。でも陽気、もうほんと大好き、ほんとに楽しい時間が過ごせました。ほんとにありがとうございます。感謝、大好きな YouTuber さんに会えることがそうそうないよ。もう噛みたいような半分になかった。もうおててのシワを合わせたからね。やばい、しばゆうくんもちゃんとおててとおててのシワを合わせてお手を拝借しました。でですね、最後ですね、しまなおさんのチャンネルでよく流れてるずーちゃ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 をちょっと弾いていきたいと思います。それではぬののピアノでお別れしましょう。どうぞI'm sorry.